皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日は稲盛和夫さんから経営のご指導いただいて26年間稲盛塾長を見ておりましたが、本当に変わることなく誠実なお姿を見させていただきました。私が全国大会に参加したのは第3回からでしたが、その当時は全国大会といっても500、600名ほどの人数でした。そして塾長例会は100名くらいの人数でございました。ですから懇親会の終わった後、車座になって塾長から本当に話を聞くのをみんな目を光らせて何かをつかみ取ろうと真剣な雰囲気があったことを今でも思い出します。そして塾長清和塾を一代限りで終えるということで2019年の末をもって終わりましたが、その当時参加した世界大会は5000名の人数を数えるほどに大きくなっておりました。稲盛塾長の大会へ出る姿勢が本当に頭の下がる思いでした。朝の9時半から夜の4時まで、それが塾生の発表を聞いてそれぞれにコメントを出し、そしてそれが8名ほど続きます。2日間にわたって、そして終わった後懇親会、千何百名という方々が懇親会に集いますが、本当にお疲れなのに各テーブルを一つ一つ回られて、遠いところをよく来た、楽しんで行ってくださいと声かけをしてくださるのです。その姿勢に本当に感動いたしました。稲盛塾長の言葉を読ませていただきます。真の勇気を持つ、仕事を正しく進めていくためには勇気が必要です。普段私たちは周囲の人から嫌われまいとして、言うべきことをはっきり言わなかったり、正しいことを正しく貫けなかったりしてしまいがちです。仕事を誤りなく進めていくためには要所要所で正しい決断をしなければなりませんが、その決断の場面では勇気というものが必要となります。しかしそこでの勇気とは万有、つまり粗野で豪傑と言われる人の持っている勇気とは違います。真の勇気とは自らの信念を貫きながらも節度があり怖さを知った人、つまりビビりを持った人が場数を踏むことによって身につけたものでなければなりません。政権と言われた人は志を持って働くということは疲れないと言いますが、稲盛塾長の姿を見てそれを感じたことがあります。中村天風一日一話の中から、人生の根本理想の4条件。人生の根本理想は、これを機能的に言えば長さと強さと広さと深さという4つの条件が現実に満たされている姿である。万一この4つの条件が1つでも欠けていたならば、人生はおよそ無意味なものとなり終わる。坂村新民先生一日一言の中から、乗り越える力、辛いと思うのは疲れているからだ。辛いことを辛いと思わず乗り越えていく力をつけよう。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。